4月29日、消防団120年、自治体消防65周年を記念した連合検閲式。南会津郡三町一家村、消防団春季連合検閲式が実施されました。各消防団の団結を高めること、各団の協調を高めることなどを目的に、5年に一度実施されているものです。この日は南会津郡内から消防団、婦人消防隊、来賓合わせておよそ1000人が参加。国道121号地内で越台や通常点検が行われました。通常点検、団員一人一人の規律などを見ます。中隊長、定位置に移せ。通常点検を終わります。点検の後、団員は分列行進でお蔵入り交流会へ向かいました。
笑>